最初はグーじゃんけんほい、はい、イエーイ勝ったーイエーイはい始まりました、なにわの心。皆さんいかがお過ごしですか。だんだん寒くなってきましたからね、風邪には気をつけてくださいね。この時期きっと服装が難しいと思うんですよ。だからって薄着してて寒いわってなって風邪ひいたら元も子もないですからね。さあ今日のテーマはこちら、今時男子のスキンケア事情。最近は女の子だけやなく男の子もしっかりスキンケアをやってるらしいということで、実際に街頭インタビューしてきました。それでは VTR ネバー。正直全然ですね。スキンケアって結構めんどくさいじゃないですか。部活から帰ってお風呂入る前に寝落ちしてることも多々。失礼しました、誤った映像が流れてしまいました。気を取り直してこちらです、 VTR ネバー。お、もちろんです。スキンケアはもはや男性にとって最低限の身だしなみですからね。やっぱりおすすめはロート製薬の肌ラボ極純ヒアルロン泡洗顔。ポンプを押すだけでもっちり泡が作れるから便利なんですよね。え、そんなわけないじゃないですか。洗顔したら必ず保湿ですよ。なんといってもおすすめはロート製薬の肌ラボ極純ヒアルロン液ライトタイプ。サラサラのテクスチャーが男性でも使いやすい。いいですよね、ロート製薬の肌ラボ極純ヒアルロン液ライトタイプ。男子はスキンケアを欠かさへんみたいですね。しかもロート製薬の商品は大人気みたいです。続いての VTR は今時男子のお悩み調査です。若い今時男子はどんな悩みを抱えているんでしょうか。それでは VTR ネバー。最近の悩みは寒くなって肌が乾燥してきたことですね。僕は特に唇が乾燥しやすいのでリップスティックが手放せません。いつも使ってるのはメンソレータム薬用リップスティック。これもロート製薬なんです。なるほどなるほど、最近の若者は乾燥がお悩みということで、ちゃんとリップスティックを持ち歩いてるんですね。そして次の VTR は今時男子のお買い物事情ですね。これも気になりますね。見てみましょう、 VTR ネバー。たまにですかね。僕は物に対するこだわりが強いのでたくさん買い物はしません。本当にいいと思ったものを厳選して買う感じです。デオです、デオー最高。僕はサッカーをやっているので汗の匂いなどが気になるんですが、デオーに出会ってからはそんな心配がなくなりました。デオー、デオー最高。いかがでしたか。いやー今時男子の生態がつかめましたね。あー目が疲れてきたわ。私もロート製薬の V ロートプレミアムで目を癒さねばやな。それでは本日はこの辺で、明日は大阪のおばちゃんが大好きなアメちゃん特集2時間スペシャル、お楽しみに。さようなら。楽しかった楽しかった。これがやりたかったの。こういうお昼のワイドショーみたいなの司会やってみたかったんだよ。音演技だったよ。ありがとう。それでは皆さん、なにわの心、また明日も見てね。やらないから。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。